構並んでるから。でもその生っぽいのが全て正解かどうかはね、そのパラパラチャーハンも美味しいです。ギドギドチャーハンも美味しいじゃないですか。わかりますよ。だってミスドの王道のやつなんですよ。口の水分全部持っていかれるぐらいさ、口の中パッパパなるわけで。でもあれがいいですよね。あれがいい。わかります。あれが、それでもうまいです。そうなんですよ。あとこんなのも来ておりますよ、はい、ラジオネームバーナさん、はい、群馬県、あ、違う、こっちじゃない、こちら、ポク、あ、コハクさん、コハク53、はい、いや、ちょっと事件です。東大宮の坂道の聖地、ラーメン正直門の道の反対側、ジョナサンの跡地に日高屋入るそうです。大丈夫かな。この先左折専用レーンがあります。いらねえし。聖地なんですか。昔欅坂時代に、はい、今の日向メンバーがロケ行ったんです、はい、澤部の地元に。ああ、じゃあそうだから、これ本当は坂道の聖地じゃないです、原市の聖地。あ、じゃあ川口の原市さんの方なんですね。原市の2人が本当子供の頃からよく行ったのはラーメン正直もで、ここのラーメンが一番好きだって言って。なるほど。で、俺もなんだかんだ10回近いから娘とか息子とかと行ったことある。はい。でそれでさ、サイン飾ったりするんだけど。素敵ですね。そうだから、まあ知らねえのよ。だから日高屋頑張ってくださいとしか言いようがねえっす。そうですね。ね。そう、でも、マシンガンズ白鍋も帰った。もう一回行きます。もう一回行きます。もう一回来る、ね。はい、もう一回行きます。はい、ということで、じゃあこの後またマシンガンズが再び登場いたします。あ、ちょっと早かったかな。アマレス兄弟もレスリングの実技みたいなネタじゃん。人形持ってきてね、ダミー君なんて選ばれ高齢化してるから、マンデー協会ってもう何人かの師匠が話しかけちゃったりするんだよ、ダミーって。あなた何年目。それが話しかけたか話しかけないかで俺たちが心配されるんで。皆さん、いつまでも元気でいてください。ナイスなラジオショー、明日お昼1時から。来ておりますんで、こちら、南千代さん、愛知県の42歳、
マシンガンズさん優勝、準優勝おめでとうございます。ありがとうございます。これからテレビなどの仕事が増えたら、ゴミ収集のお仕事や、うん、発明作業のバランスはどうなっていくんですか。ああ、まあでもテレビがね、やっぱ出たいっていう。出たいですね。僕はもう基本的にはやめないつもりではいますね、ゴミ生産。両立していく。はい、やめないです。でなんかあの優勝したらほらあのいろいろ仕事入るんでカリ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 ってずっと歌ってたんですよ。 あれ全部外れたんでもう今すごく真っ白になってました。でもあれよく聞くけど本当なんですか。本当に真っ白。優勝したらの家庭でスケジュールが入るんで。そうなんですね。いつ寝るんだよと思ってましたよね。今寝る時間いっぱいありますけど、この先左折専用レーンがあります。15分ぐらいはカリ怖いですからね。カリやっぱスケジュール入ってないと副社長が怒るんで。あ、そうなんですね。マネージャーたちが、なんであなたたち、なんでこんなにいっぱい空いてるのって。カリいっぱい。そうですね。忖度してるんだって。ご寄付とか大きいお金になるよ。ご寄付とかこれ。でもやっぱ俺とか20代の頃からカリって吐いたりとかないもんだって思ってるんですよ。そうだったんですね。そうなんですよ。日給システムがあるんですよ。準優勝だとやっぱ違うんですか。で、あと、言っても今回の大会のメンバーって本当囲碁将棋と、まあ、金属バットもでもちょこちょこ出てたりとかあったからね。だから本当にギャスが M1 とかって本当に今まで未知の人たちが出てくるとやっぱ跳ねるじゃない、はい、もうテレビにある程度出てる人が優勝しても別に跳ねないだよ、はい、だってもうテレビのスタッフ知ってるから。なるほど。そうそう、知ってるんですよね。どんな人かっていう、はい、どういう感じの方かっていうのを知ってるから。はい、なるほど。だから特に変わんないかも。来ますって来ることで願いしましょう。来ます。でもあなたはフジテレビですよ。フジテレビでやる大会だから、はい、フジテレビのスタッフの方が来ることだから優勝、準優勝の来た時とかはどっかで呼んでくれると。間違いなく、ね、あの正月はヒットパレードも入るでしょ。いやだって鶏肉も
今日。あ、でもこの先週カレーだったからやっぱ今日はシチューにしちゃおうかしら。うんうん、あの米は炊いちゃってるし、うん、後ろほら米一升買ったから。晩ご飯。じゃあ続いて、はい、茨城県つくば市、化け猫の成瀬23歳、ガンズさん。ガンズさん、マシンが行ったな。恥ずかしいな。ガンズさん、準優勝おめでとうございます。ありがとうございます。 M1 などの賞レースで結果を残すとマネージャーの携帯が鳴りやまなくなるとよく聞くのですが、昨晩はどうでしたか。まあ、今のところ無駄してる要素がですね、またぶり返すのかな、うん、で今またあのマネージャーがいなくなってるから、はい、そうですね、聞いてるんじゃないですか、はい、分かんない、ひょっとしたら今ローソンに買い物行ってるのかな。なんでローソンに買ってるの。なんでだよ。で、化け猫になるというか、僕は西堀さんの YouTube の、土木飯、はい、なので、はい、お仕事が増えて見られなくなると思うと少し寂しいです。これはうちの事務所のそれこそマシンガンズよりさらに後輩だったりするメンバー、はい、だからそれこそあの現場で働いてるバイトしてる、はい、メンバーとかのご飯を西尾さんがカメラに撮って、人気のやつ、土木作業を一緒にしてそれを一応撮ってるっていうチャンネルをやってたんですよ。確かにでも忙しかったら厳しかったですね。だからその土木現場の方でね、はい、なんか行けなくなりますね、バイトとかね、そうですね、はい、この先右折専用レーンがあります。ちょっと正直望んでましたけど作業着は捨てようと思ってます。だからそこはあれくさんまでいるんですか。わかりますか。わがいます。あ、いるんだ、はい、だってこのわざってやつはそれこそ、キングオブコントで、はい、2年連続決勝まで行ってます。今西尾さんと一緒に現場でまたバイトしてでもその、はい、私も OL と一緒にやってたと思うから、周りの人たちがだんだん売れてって出勤日っていうか少なくなっていくと、うん、おめでとう